はい、というわけでこんばんは。毎週土曜日やってます、土曜怪談のお時間でございます。11時から12時までの1時間お付き合いいただけたらなと思います。ラルクさんお茶ありがとうございます。花屋さんこんばんは。クラマさんこんばんは。タマさん、先ほどから引き続き、ありがとうございます。アートランデブーさんこんばんは。はい、というわけでですね、また土曜日ですね。あっという間に土曜日が回ってきますね、本当に。はい。シシさんこんばんは。ユウトさんこんばんは。そしてコンティニューコイン等々ありがとうございます。ヨシヒトさんお茶ありがとうございます。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうじき夏が終わるというか、もう夏が終わりつつあるという感じですね。もう9月ですしね。ただなんか今日日中すごく暑かったりとかしてね、ちょっと今日僕朝から草刈りをしてたんですけども、暑いのなんのって、その上に二日酔だったんで、ものすごい、地獄のような地獄のような感じでございましたね。はい。お、熊猫さんこんばんは。キャンプ場から聞いています。いいですね、キャンプ場。キャンプ場怖くないですか。昔ね、僕の幼い頃の記憶ですけどね、うちの父親の同僚の方がね、キャンプの時にお酒持って遊びに来てくれて、で、まだちっちゃかった僕に対してね、やたらめったら怖い話をね、炸裂してきたっていう、なんか嫌な思い出しかないんですけど、あの時は怖かったなっていうね、思いでございますが。じゃあまあ早速ですけども、怖い話いこうかなと思います。一つ目の話いきます。はい、皆さんよかったらツイッターの方を、リツイートお願いいたします。一つ目の話は階段の人、あ、階段の字が違った、階段の人の字が違いますね。ちょっと待ってください。まあいいかな、一応訂正しておきます。正しくはこっちですね。階段登って上の階に行くっていうあの階段ですね。階段の人という話です。これとある当時大学生だった男の人の、話なんですけど、彼はですね、大学1年生の時からずっと4年間塾の講師のアルバイトをしていたんです。ちなみに僕も塾の講師のアルバイトを、ね、5年ぐらいやってたんですけども、で彼はですね、まあ、塾の講師やってたんですよ。でとある、駅の近くにある、まあ、雑居ビルに入ってる個別指導塾だったんですけども、で彼がですね4年間勤めてたんですけど、4年目に辞めたんですよね。でしかも大学を全部終えるまでやって出たわけではなくて、もう途中で辞めちゃったんですよ。それは別に就職活動がどうとかそういうことではなくて、まあいろいろあったからっていうことなんですけどね。で、初めにその妙なことが起こったのが、まあその4年目だったんですよ、ちょうど。で、本当にいつも通りに授業を、まあ、受けるんですけど、あ、授業やるんですけど、まあ、正面の、玄関っていうんですかね、がなんかその大通りに面してるところに、まあ、階段があって、そこを上ると自動ドアがあって、まあ、よくある塾の、ね、ウィーンって開くと玄関っていうか受付みたいなのがあって、で中はもうブースで区切られてるんですよ、部屋の中が。でその個別指導の、ね、塾なんで、そのブースのところ間を通り抜けていくとビルのちょうど反対側の方に向かって行けるんですよね。で、そっちの方に行くと、まあドアがあって、トイレがあるっていうか、トイレのある廊下があるっていうんですかね。で、そのトイレの横のところに、まあ非常階段があって、まあ裏口になってるんですよ。
なんで、まあ、表玄関基本的に生徒も先生も使ってたんですけど、裏の方は裏の通り、もう本当に細い道なんですけど、そっちから、まあ、配達業者さんが登ってくることが、まあ、あって、まあそれで一応そっちも一応使えばすると。ただね、塾生にはね、裏でくっちゃべってんじゃないぞって言ったらしいんですよ。なぜならね、先生にあんまり見つからずに、友達とかと一緒に、その裏口の方ですよね。裏にも階段があるんですけど、そっちの非常階段の、下のところで、まあ、溜まって喋ってる、塾生が結構いたからですね。で、まあ、この彼はね、バイトが4年やってたっていうのもあって、まあ、社員の先生たちからも、まあ、結構信頼があったんです。で、しかも結構、がたいがいい、男性の人だったんで、まあ、そういうのもあってですね、裏口で何かこうね、変なことがあった時とか、まあ、たまにっていうか、もうほぼないんですけど、やっぱりなんか、間違えて入ってくるとか、なんかたまにあるんですよ。だから生徒に対して叱りつける役目とともに、なんか変な人が入ってた時に、対応してくれと、言われたらしいんですよ。で、まあ、ある時ね、こう、トイレに行ったんですよ。その塾のね、一番奥のところにある。で、そこのトイレに入ってると、当然トイレの横に非常階段がね、下に向かって伸びてるもんですから。まあ、それで、そっちの方から話し声が聞こえてきたんですよ。で、ちょうどね、その頃、まあ、5、6年生ぐらいのね、女の子たちがね、結構、まあ、あれなんですよ。早熟なもんですから。まあ、結構携帯とかね、持ってきたりとかすると、それで遊んだりとかしてる子がいたらしいんですよ。で、なんか、キャッキャッキャーみたいな感じですごい楽しそうに喋ってる声が聞こえるから、ああ、これはもしかすると、下のところでね、友達とね、喋ってる、サボってる子たちがいるのかなって思ったんですよ。で、ちょっと一応叱りつけようと思って、まあ、こう、ガチャって言ってね、出て、まあ、非常階段を降りていったんですよ。だった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 って。で、下パッて見たんですけど、何にもないんですよね。あれ、誰もいないってなって。で、もうその時はもうとにかく気にしないで、まあ一回戻ったんですよ。あ、まあなんか声聞こえただけだけど、まあなんだろうなって思いながら。でもそれからもね、例えば巡回したりとか、ちょっとトイレ行ったりとかするたびに、そう、非常階段の下のところからね、ペチャ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 なんか声聞こえるんですよ。な、子供の喋り声みたいなのが。で、その度にね、出て、カン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 って降りてって見るんですけど、誰もいないんですよ。あれ、なんだろうな。下から聞こえた気がするけど、あれ、もしかしてこれ上の方の、階から聞こえてんのかな。いやー、なんだろうな、なんて。まあ、思ったんですよ。で、まあでも、近所の子供どこが喋ってんのかななんて思って適当に流したんですけど、なんかいよいよですね、その今季節がちょうど9月ぐらいだったんですけど、それまでは。まあ10月、11月と。で、もう寒くなってくるんですよ。そんなね、寒くなってる季節なのに、相変わらず喋ってる声聞こえてくるんですよ。トイレとかに入ってると。楽しそうな感じで、キャラ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 笑ってるような声とか聞こえてくるんですよ。あれおかしいよな、いくらなんでもって。だって結構寒いぜって。まあね、子供も結構ね、元気ですけど、確かに風の子っていうぐらいですから。ですけど、いくらなんでも寒いと。で、何よりですね、まあそこまで、あまりにも何度も何度もそういうことあったのに、いつも同じような感じで声が聞こえてくるし、で、しかも自分のところのね、その教室の生徒でもなさそうだと。で、さらに言うと、なんでそれはっきりと言えるかっていうと、その個別の指導塾が結構厳しい塾だったんですよね。だから、例えばコートとかマフラーとか、ちょっと防寒具的なものは全部外して受けなさいと。教室に入ったら、まあ、エアコンね、あったかくついてるから、全部外しなさいと。で、ハンガーに書きなさいというふうに、まあ、言ってたんですよ。だから休憩時間とかにね、もしね、その塾生が、出たりとかしていたのであれば、そもそもそのマフラーとか持って出れないので、当然寒いわけですよね。そんなところに、
まあ長々とおしゃべりするような子供っていないよなっていうふうに思ったんですよ。でまあまあそんなこんなで、ただまあちょっと変だな不思議だなと思いながらずっとそうやってその声をね聞いたんですけど、まあある時、まあ真冬だったんですけどね、完全に残業を結構したらしいんですよ。っていうのはまあなんか基本的に指導していれば別に良かったんですけど、なんかテストとかね、週に1回ぐらい受けさせるテストとかをオリジナルで作ったりとか、まあ、社員の先生がやってるんですけど、でもバイトの講師も自分でねやらせてくださいって言えば、ちょっとしたまあ事務給みたいなのがもらえて、ちょっと給料がアップするんですよ。で給料アップするんだったらテスト作ってあげるぐらいしようと思って、あ、じゃあちょっとテスト作りますねと。でちょっと残って、社会と理科のテストを作ってたんですよ。で個別の授業ね全部終わってからそういうの作り始めるわけですから、もう大体生徒はみんな帰ってるわけですよね。まあ10時ぐらいになってくると、でみんな帰っていって、で社員の先生がまだ残ってるわけですよ。まあ社員ですからね、忙しいから残ってるんですけど、まあ夜11時ぐらいですよね、今ちょうど今ぐらいの時間ですよ、をまあ回っていった。でもその時にもちょっとまあ彼はまあ大きな図体はしてるんですけど、ちょっと怖がりだったっていうのがあって、もうそろそろやっぱりそのね非常階段の下から聞こえてくる声っていうのがなんかちょっとおかしいぞというのは思ったんですね。でそういうのもあったから嫌だったんですよ。でとりわけですね、そのテストを作ったりとかテストを採点したりとかっていう作業は、まあ、講師の部屋が一応あるんですけど、それが受付近くの一番手前なんですよ。でそこは結構生徒も簡単に入ってこれちゃうから、あんまりそのね他の生徒のね点数とか見えないようにしなきゃいけないっていう、ちょっとねそういうことがあったので、一番奥のその例の非常階段のね隣にトイレありますけど、そこに一番近いブースがあるんですよ。そこのブースで作業したんです。その教材をね研究したりとかテストをね作ったりとか、採点をしたりとか、でその時もそのテスト作ってる時に、まあ、そこで作業したんですよ。で生徒はもう帰ってるから別に受付の方のね側にある講師スペース、まあ、に今いる社員の先生がいるからそっちの方に行けばよかったんですけど、なんかね夜になってね生徒が帰った途端にねちょっと寂しいから一緒に作業していいですかとかって言って、なんかねテストとか持ってってそっちに移動するのもなんかちょっと恥ずかしかったんですよね。ただちょっと怖がりなのは事実なので、もう怖くてもう嫌だったんですよ本当は。だって目の前に例の非常階段があるわけですからね、まあ嫌だなーなんていうふうにまあ思ったんですけど、そんな時にねはって言って顔を上げたんですよ。そしたらドアがあるんですけど、その非常階段に降りていくすりガラスになってるんですよ、窓のところが。その向こうにね人がいる感じがするんですよね。あれと思って、非常階段だぞ、誰かいるのかなって思ったんですよ。怖いからもう見て見ぬふりしてそのままいたんですけど、気になるからやっぱチラチラ見てるんですけど、やっぱり人のシルエットがあるんですよ。えっと思ったんですね。ただその人のシルエットも本当に行くばっか、本当に大した時間じゃないんですけど、すぐにカン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 ってなんか降りてったんですよ。あ、階段降りていく音聞こえたなと思ったんですね。でそれからまたしばらくするとまた今度登ってくる音が聞こえてるんですよ。カン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 って感じで、でまた掘ってみるとすりガラス越しに見えてるんですよ。えと思って、でまたタン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 って降りてくるんですよ。それがね何回も繰り返されたんですよね。いやなんだそれと、なんかこう間違えて来た人なのかなとも思ったんですけど、まあ、少なくとも生徒じゃないだろうなと。だってもうこんな時間だし11時とか過ぎてるし、え誰だろうななんて思ったんですよ。でも怖くなっちゃってその時はもう当然ドアなんか開けないし、でも嫌だったんですよ。だからそれが何回か続いて、でいつの間にか、まあ、それがまあなくなったというか、でその時もうテスト作ったらもうさっさと帰ったんですよ彼は、怖かったし。でそれからまた明くる日、まあなんかその普通にねトイレとか見回りとかしてるわけですけど、その時にその非常階段の方ね行った時に、今まではね非常階段の下から子供のねキャラキャラ笑ったりとか喋ったりしてる声が聞こえてきたんですけど、そうじゃなくてねはって顔を上げると
またすりガラスのね、窓のところのすりガラスの向こうに人がいるんですよ。あっって思って、あっって思うとタン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 って下がってくるんですよ。でまたトイレ出たりとかしてパッて見たら、またトン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 って上がってくるんですよ。とかその登って降りて登って降りてってずっとやってるんですよね。気持ち悪いですよね。しかも今時間帯的に言うと昼ですよ。昼っていうか夕方ですよ。なんだろうと思って、でちょっと気になったから、そのブース一番近くのとこにね入ってた子に、あのさ今さあのまあ黒猫ヤマトってね、あのあれがあるじゃないですか、会社あるじゃないですか。で黒猫ヤマトのね、あの宅配とか、宅配っていうか、まあ、あれが来る時に、まあ黒猫のおじさんっていう風な言い方をしてるんですよね、生徒たちの間で。だ黒猫のおじさん今裏口の方上がってきたっていう風に聞いたんですよ。したらうんって言うんですよね。あれって、じゃあ子供たちは何も気づいてないのかなっていう風に思ったんですけど、なんだろうなって結局思って、でその日また夜残ってたんですよ、残業して。でいつもの通りですけど、一番非常階段に近いところのブースに入って、でそこでまあ作業してたんですけど、しばらくするとね、タン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 上がってくる音が聞こえてくるんですよ。ああ誰か来たなと思ってパッて顔上げるんですけど、したらスッてやっぱすりガラス越しに人が見えたんです。あいるって思って、したらまたしばらくしたらタン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 って言って下がってくるんですよ。あまりになんかでもね、そういうことが続いてるし気味悪いもんだから、ちょっと本当に怖くなっちゃって、その時は思わずね、社員の先生がねその講師室の方にまあいたんで、残ってたんで一緒に、そっちの方に行って、あのすいませんって言って、どうしたのって言われたから、裏口非常階段の方からなんか変な人が上がってきてるかもしれないんですけどって言って行ったんですよ。怖いから一緒に来てほしかったんですね本当は。だけどその先生ね、社員の先生が、表じゃなくてね裏側の方は出入り自由になっちゃってるしね、締め作業するまでは誰でも入れちゃうから、あのもし変な人が入ってきてるっていうんだったらね、自分で毅然とした態度でね対応してくださいってピシャって言われちゃったんですよ。がそういうつもりじゃなくてちょっと一緒に来てほしいんだけどなーなんて思いながら、って言ってたんですよ。で仕方ないからまた戻ったんですね。で自分のブースっていうか一番奥のブースのところですよの戻ってね、はあなんだよもう毅然とした態度ってなんだよ無理だよってか何なんだよ人かよそもそもなんて思いながら、もう参ったなどうしようって思ったんですよ。でそれでずっとそこで採点とかねいろいろやってたんですけど、その熱中しててねちょっと一瞬忘れてたんですよ、その人のこと。で、あ、そういえばさっきから音がしないなって思って、ふって顔を上げたんですよ。顔を上げたらね、そのドアのすりガラスの窓のところ、向こう側に人が立ってるんですよ。で、気づいたんです。あ、上り下りしてないで、今日はずっと立ってるなと。え？って思ったんですよね。いつもと違う。そしたらね、次の瞬間、ドアをノックする音が聞こえてきたんです。トントントン。3回ノックされたんですよ。あーってなって。で、彼はね、自分のブースのところからバッて立ち上がって、まあ、後ずさりしたんですよね。後ずさりして、あーって言ってやってると、また次、トン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 。ノックの音が4つになったんです。もうそこで限界を迎えて後ろ向きながら、先生、あのすいません先生って言って、まあ社員の先生のこと先生と呼んでたんで、先生って言って呼んだんですよ。
そしたら先生がやってきた、その社員の先生がやってきたんじゃなくて、そっちの方に置いてある塾の電話が、プルル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 、3台置いてあったんですけど、3台全部鳴ったんですよ、一気に。うわーってなって。そしたらまた次の瞬間、ノックが、トン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 、5回鳴ったんですよ。次、トン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 、トン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 、ノックがどんどん増えていくんですよ。うわーと思って、先生先生先生っつって、一生懸命呼んだ時にパッて見たら、一番近くのところにねあった固定電話の受話器を、その社員の先生ね、中年のな、まあ中年の男性の方だったんですけど、その先生がガチャンって切ってる最中だったんですよ。まあ、切って、そのプルルルって音はもう完全にやんだんですよ。で、その先生、グッてって顔を上げてね、こっちを、まあ、睨むようにね、来たかと思ったら、まあ、ちょっと腰が抜けちゃって崩れ落ちてる彼のことをガッてってね、腕を支えて立ち上げて。で、もうその時にはね、ノックの音おかしいんですよ。ノックの音、ドド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 ドってずーっとなんかこう、手で殴ってるみたいな音なんですよ。ずっとドドドドドドドって、うわ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 っつって。なってのにもかかわらず、その中年のね、先生、社員の先生、ものともせずに、こうやって言うんですよ。あのね、先生、こういうのは毅然と追い返しましょうって教えたでしょ。そういった言って、そんなこと言われてもって思いながら、うーって言ってやってる彼の目の前で、すって今度、その非常口、非常階段の方のドアに向き直ったかと思うと、こんにちはって言ったんです。急に挨拶したんですよ。でもう一回こんにちはってね、夜中なんですけど、こんにちはって言って、でその後にね、こちら S 個別指導塾 U 駅前校です。生徒さんのご父兄ではなく、お子さんの相談以外でも、ではない方、ご用のない方はお帰りください、ピシャって言ったんですよ。で言った後に勢いよくそのドアノブをね、その社員の先生がガッて言って回して、パッて外に出たんですよ。まあ非常階段なんですけどね、ガラーンとして誰もいないんです。ただただ非常口の緑のね、明かりだけがファーっていってぼんやりしてるんですよ。それね外をチラチラって見た後にガチャって閉めて、こっちを振り返って、その中年のね、社員の先生、これで来年も安泰でしょうねって笑顔で言ったそうです。まあ、それがきっかけで彼は辞めたということでした。今もその塾はあるらしいです。そんなお話でした。階段の人っていうお話でした。はい、というわけで、まあ、そんなお話でしたけど、いかがでしたでしょうか。なんか正直、この先生、社員の先生、何か知ってたんだろうなっていう感じは正直するんですけどね。そんなに、こう、パシッと対応できないと思うんですけどね。そしてなんか、ね、子供のね、喋る声が聞こえてきたのもそうですけど、登ったりね、降りたり、登ったり降りたりしてるのもそうなんですけど、一体まあ何がそこにあったのか。どうしてなぜか、なぜ4年も勤めた、4年目にしてそういうことが起こって、不思議なことに見舞われてしまったのか、全くよくわかんないらしいんですけどね。別に彼が勤めたその4年間の間で、なんかこう、例えばね、生徒に何か問題があったとか、そういうこともないんですよ。事故があったとか、事件があったとか、一つもない。なぜそういうことが起こるのか、一切わからない。まあ、そういうことだそうですね。はい、というわけで、サクサクいきましょう。次の話いきます。はい、というわけで今ツイッターの方に多分出たかなと思うので、2個目の話、招き塩という話ですね。
はい、皆さんよかったらリツイートをお願いいたします。お願いいたします。はい、じゃあいきますね。招き塩という話、これはまあとある男性の方なんですけどね、当時その時付き合ってた彼女がいたんですけど、その彼女の家に転がり込むような形で同棲してたんですよ。でまあでも普通のあれですけどね、 1DK の、まあ、マンションというかアパートなんですけど、で、まあ、階はね4階だったんですけど、でまあなんかね別に普通の家ではあったんですけど、ちょっと特徴があって、その家ってなんかこうボタンがね部屋にあるんですけど、そのボタンを押すとなんかベッドが電動で降りてくるんですよ、上から。まあちょっとどういう状況なのかちょっと僕もね実際の物件見てるわけじゃないんで分かんないですけど、で、まあ、ある程度ベッドを下ろさない、下ろして、でそこにはしごをかけて登るんですよ。まあなんかロフトが自動で出来上がるみたいな感じの、そういう感じですかね、簡単に言うと。であとはまあ普通に玄関とかね、キッチン、ユニットバスがあって、あとはさっきもねちょっと話出ましたけど、本当にすりガラスのドアがあってっていう感じだったんですよ。でそんな家に住んでたんですけど、基本的にね、その彼はまあ夜勤で仕事してることが多くて、で彼女の方はね学生だったんですよ。で資格の学校に通ったもんだから、まあ普通にこう全然タイムスケジュールが違うというか、まあだいたい朝昼くらいに帰ってきて、彼が帰ってくると彼女は当然学校でいないわけで、で彼女が帰ってきた頃には自分はもう出勤して出ちゃってるわけですよ。だからまあ顔を合わすのは基本的にはもう土日とか休みの日だけなんですね、たまたま。そんな感じで、まあ、同棲というか、まあ、同じ家に暮らすっていうのを1ヶ月ぐらいやったんですけど、その1ヶ月経ったぐらいの時に、まあ、お昼ですよ。だから、まあ、夜勤から帰ってきて、まあ、寝りゃいいんですけど、なんだかんだちょっとせっかくの自由時間だしと思って、まあ、ベッドにね座ってこう、まあ、漫画読んだんですよ。そしたらなんかこう背中がね、まあ、寄りかかってたんで、ドアのところに、ドアじゃない、壁のところに、その壁のところにこう衝撃があったんですよ。なんかドンドンっつって無視したんですけど、しばらくするとまたドンドンドンって感じで来るんですよ。なんなんこれっつって、うるさいなーって思ったんですよ。ただその時も漫画もちょっと読んだし眠っと思って寝たんで、ちょうどあんまり気にしなかったんですけど、他の日もなんか時々こう壁にねもたれたりとかしてるとドンドンドンみたいなことをされるんですよ。なんだよ隣のやつうるせえな随分とっつって、何もしかもこっちやってるから、なんかその抗議の意味でのドンドンっていうよりかは、なんかこう単純に向こうがうるさいだけっていうかね、なんか物をぶつけてんだかなんだかわかんないですけど、ドンドンみたいなことが聞こえてくるんですよ。なんなんと思って、でまあ土日のね休みかぶるもんだから土曜日になって、その彼女に話をしたんですよ。まあ、元々そこに住んでたのは彼女だったので、あのさ隣の部屋のやつさめっちゃどんどんやってきてすげえうるせえんだけどさ、それどんなやつ住んでんのみたいなことを彼女に聞いたんですよ。したら彼女がえって顔するんですよ。困ったな顔しててどうしたのって聞いたら、だってここさ角部屋だから隣の部屋ないよって言ってくるんですよ。えって思って、あんまりちゃんと見たことなかったけど、お確かにでも一番端の部屋だよなここっつと思って、で自分がいつも持たれてるドアの、あドアってか壁のところを位置を考えた時に、どこに当たるのかなと思って一回家を出てガチャって出て廊下ファッて見たら、もうそこないんですよ何も。だって角部屋 だからその向こうなんですよ。と思って、そんなバカなと。まあでもしかもね4階ですよね、これ4階の壁をね外から叩くって無理じゃないですか普通に考えて、高さ的にも。とはいえ なんかでも誰かが石投げたとかボール当てたとか、なんか多分そういうことなのかななんて、ね、サッカーボールとか蹴っ飛ばして当てたりとかね、まあそういうことがあったらそういう風に、ね、聞こえるかもしれないねって、まあ気のせいかななんて言ってその日は寝たんですよ。それでまあその日なんだかんだ言って彼女ともう
まあ、金曜日の時にね、夜更かししたりとかっていうのが、まあ、あって、まあ、土曜日だったんですけど、まあ、結構寝てたんですよ普通に。でもう起きた頃にはもう夕方だったんですけど、なんで目覚めたかっていうと、ドンドンっていう壁叩く音なんですよね、また例ので、むくって起き上がって、ほらうるさいでしょっつって、なんか音すったでしょ今っつって言って、彼女に聞いたら、そうだね音するねって言うんですよ。まあでもそんなことがあって、でもそれからも結局なんか何回か鳴ってるんですよね。で時々鳴るぐらいのレベルで、まあ不思議なもんだな、なんか変だなぐらいの感じで、最初こそ怖かったんですけど、でももうそっから慣れちゃったんですよ完全に。でそれからね、まあある日、まあ、普通に夜勤でですね、行くわけですから、彼女が学校に行ってる間に、彼はまあ寝るわけですよ。で夕方に起き上がって夜勤に行くって感じなんですけど、まあその夜勤終えて帰ってきて、ある程度なんか好きなことやったんですけど、あもうそろそろ寝とかないと夜勤また眠くなっちゃうから寝ようと思ったんですよ。でベッドを下ろしてきて、そのベッドでまあ寝てたんですよ。でうとうとしてる時に、あの部屋のね、その 居室っていうんですかね、リビング的な、そのまあ寝室も一緒ですけど兼ねてるその部屋と、あのキッチン、ユニットバスとかあるその玄関側のところを分けるところに、まあドアがあるっていう話さっきしましたけど、あの曇りガラスのドアが、その曇りガラスのドアがね、ギーって開いた気がしたんですよ。ああちょうど今お昼ぐらいだし、まあ彼女が忘れ物でも取りに来たのかな、休み時間中にって思ったんですよ。で彼女帰ってきたと思ったから、その場でね、あの上のベッドのベッドから寝っ転びながら、あれなんか忘れ物なんて言って声かけたんですよ。でも返事がないんですよね。ん？と思って、でベッドから身を乗り出し、ね、出して部屋の中を、ね、あの見下ろしたんですけど、誰もいないんですよ。あれいないなと思って、でベッドから降りてきて、ではしご降りてね、あの部屋に降りてきたんですけど、もう確かにね、その間のねドア、すりガラスのドア開いてるんですよ。あれさっき閉めたんだけどな、なんでだろう、さっきやっぱ誰か開けたのかな、えでも誰がって思ったんですよ。でまたそれを閉めて上に戻ってうとうとしたんですよ。でもね、なんか気持ち悪いんですよね、なんか部屋の中に人がいるような感覚っていうか、誰かいるなと思って、ねえ誰、 いないのみたいな、まあカーズの名前呼んでね、えいないのみたいなこと言ったんだけど、返事がないんですよ。やっぱ気持ち悪いから、ちょっともう一回起き上がろうと思って、彼はまたはしごで伝って降りてきて、パッて見たんですよ。したらその曇りガラスの向こう側で人がね、ユニットバスの方に向かってスーッて入ってくるの見えたんですよ。で背がねちょっとちっちゃかったんですよね。だから、あ彼女もね140センチ台だったんですよ。で背が結構ちっちゃかったから、あ彼女かなと思ったんですよ。なんだやっぱ帰ってきたんだと思って、でそれでまあガチャって言って、そのね間のドア開けて、あおかえり、もう今日あれ学校終わっちゃったのもしかしてって言って、って聞いたんだけど、返事が一切ないですよ。またえっと思って、でユニットバスの方見たんですよね。ユニットバスの方別に見たんだけど、特に何もないんですよ。あれでも今ユニットバスの方に入ってったよなと思って、その瞬間ね、そこでようやくなんかこうさーって一気に怖くなって、うわもう寝ちゃおうと思って、そのままパーってね部屋まで戻ってきて、端っこをトントントンって登ってね、またそのね、あのベッドに寝たんですよ。でこなんかなんとなく怖いんですよね、やっぱ人のいる感覚みたいなのがちょっとあるんですよ。気持ち悪いなと思ったから、布団をもうしこたまかぶってブルブル震えながらね、そこに横になったんですよ。でも人の気配ずっとしてるんですよ、それでも。でさらに言うとね、これもなんでか分かんないらしいんですけど、その人彼女じゃないのはもちろんのこと、子供だなって思ったんですよね。
子供だな、この部屋に。子供の何かがいるぞ、子供がいるって思ったんですよ。でももう怖いから布団かぶってブルブルしてんだけど、ドアがね、またやっぱり開くドアするんですよ。ギーッつって。で、ギッ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 、ゆっくり歩いてるんですよね。足音が聞こえるんですよ。うわ、絶対おかしい。これ彼女まだ帰ってきてないって、おかしい。彼女帰ってきたら絶対なんか言うもんと。何にも言わない。ただ入ってきて、ギッ、ギッ、ギッって歩いてる。おかしいおかしいおかしいと思って。うわ、もうやだなって思いながら、でもそれもう顔バッてね、開けちゃったら目の前いるかもしれないと思ったら、もう怖いから、もう布団かぶった状態でブル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 してたんですよ。うわ、もうやめてほしいっつって。って思ったんですけど、その足音はね、その玄関の方に行ったりとか、こっちの方に戻ってきたりとかしてるんですけど、まあ上に今寝てるわけですから、うわ、でも怖いけど、嫌だなと思ってずっとかぶったんですけど、なんかその嫌な気配みたいなのがすごく近くなったから、うわって思ったんだけど、その時に、なんとなくこう、もうなんか嫌だったからだと思うんですけど、本当にずっとこの嫌な状態続いてるから、えいと思って布団バッてって取って、パッていって見たんですよ、そのベッドの上から部屋の方。そしたらベッドの真下のところにから手がグーって伸びて、ベッドの縁に両手がかかってるんですよ。ガッ、白っぽいんですけど、子供の手なんですよ、完全に。うわーって思って、バーって飛び起きて、うわーって言って、もうおののいていると、その瞬間に、パッて電気がついて、ただいまーって言って彼女の声したんですよ。うわーと思って、バーって言って、はしご降りて、今さ、今、子供がいた、子供が、ペッペッペッと掴んでた。っていう風に言ったんですよ。したら彼女も真っ青な顔して、まあてか多分、まあ彼女ははっきり言ってしまうと、実は事情というか分かってたんですよ、なぜそういうことが起こってるかっていうのは知らないですけど、そういうことは起こったんですよ、もともと。実は子供がいるかどうか知らないですけど、彼女はどこまで把握したのか知らないですけど、そのおかしなことが起こってること自体は、実は彼女は把握したんです。で、実はすでに、まあ、塩をね、盛り塩してたんですよ。これ気づかなかったらしいんですけど、彼は部屋に盛り塩してたんですよ、すでに。彼女は怖いから。で、 あれって言って、その時にだから彼がね、お子供いたんだけどって言って言った瞬間に、彼女はえ、おかしいなって言ったんですよ。で、その場でなんか実家に電話したんですよね。なんかね、お母さん盛り塩しとけば大丈夫って言ったじゃんみたいなこと言って言うんですよ、なんか。で、もう彼はえってポカーンってして置いてけぼりになってて、で彼女はお母さんに言ってるんですけど、あーって言って言うんですよ、なんか。で、これ具体的にはちょっとないんですけど、言えないんですけど、彼女がそのお母さんから教わって、もう部屋で変なことが起こるから盛り塩しとこうってなって、盛り塩したんですけど、それ霊とか、まあ、盛り塩って実はもともと2つの意味があるんですよ。そういうなんか嫌なものとかをこう遠ざけるって意味もあるんだけど、なんかこう招くって意味もあるんですよ、実は。で、どうやらそのやり方がまずかったみたいで、彼女がやったやり方って霊的なものを招く方だったらしいんですよ。まあそれに気づいてしまって、彼女がまあそんなことをやってしまってて、どうやらそういう、まあ霊的なものってわけじゃないですけどね、そういうことが起こるようになってたらしいと。で、それを改めたところ、ふっとね、そういう変なことが起こんなくなったっていうお話です。招き塩という話でした。まあ実際この招き塩っていう言葉自体はないです。まあ創作かもしれないですけどね、わかんないですけどね。うん、ただでも実際なんかね、やり方は実は結構自由なんですよ。
別に森上とかは正解はないみたいなんですけど、ただまあ入れ方によってはっていうのは実際聞いたことは僕もありますね。はい、そんなこんなで次の話いきましょう。もうサクサクいきます。あと残り20分ぐらいなんでちょっと20分で終わる話かな。いきますね。はい、というわけで今3つ目の話、タイトル可愛いっていうタイトルですね。はい、よかったら皆さんリツイートをお願いいたします。リツイートをお願いいたします。はい、じゃあ、この話いこうと思います。かわいいという話です。これとある男の子なんですけど、バイトしてるんですけど、そこのバイト先でですね、彼は結構いじられるんですよ、かわいいって。なんでかっていうと、それちょっと背がちっちゃくてちょっと女顔なんですよね。なんか化粧とかしたら、メイクとかしたらちょっと女の子になれちゃう感じの、ちょっと可愛い感じの顔立ちをしてるんですよ。ちょっと幼い感じの。で、それをまあ、いい意味でね、バイト仲間たちは、女の子、特に女の子がね、なんか可愛いじゃんとか言って、A 君可愛いみたいなことすごい言われたらしいと。で、だからもう、ちょっと嫌だったらしいんですよ。彼は結構かっこつけたいタイプだったんで、なんやねん、もうみんな、どいつもこいつも俺のこと可愛い可愛いって言いよったやつって。で、ちょっと、かっこつけちゃろうって思って、ある時、まあ、肝試しを企画したんですよ。で、まあ、どこに肝試し行こうかななんて思っていて、いろいろ話し込んでる時に、そのバイト先のね、こう一番歴の長いね、女のね、まあバイトの方がね、結構年が上の方だったらしいんですけど、女性の方が、その、ね、女性の方もめっちゃいじってくるんですけど、彼のこと。私のね、親戚がやってる旅館ね、出るって有名なんだよ。そこ行く？って言ってきたんですよね。え、なんすかそれ？つって聞いたら、まあなんかその、とある旅館の一室に、女の霊が出ると。あまりによく出るから、あんまり評判が良くなくて、ちょっと正直、あんまり経営状態良くないと。まあでもまあ今回の目的は肝試しなわけだから持ってこいじゃないって、泊まってみたらみたいなこと言ってきたんですね。え、じゃあ、え、来ないんですかって、皆さん来ますみたいな、なんか言うんだったらちょっと案内してくださいよって言ったら、私は怖いから行かないとか、とりあえず親戚の方には可愛い後輩が行くって伝えとくわなんて言われちゃったんですね。こんにゃろうって思って、まあいいやと、まあとりあえずバイト先の人たちと一緒に行こうと思ったんですよ。で、その時に、おい、行こうぜっつって言って、一緒にね、行くことになったのが、まあ、バイト先の先輩が2人だったんですけど、それが、まあ、ちょっと仮になんですけど、まあ、B 君と C 君としときましょうか、じゃあ。まあ、男の人たちばっかりだったんです、集まったの結局。で、まあ、行くことになったんですけど、まあ、実際その旅館に着いて、まあ、それはもう本当にそこそこ、まあ、知られてるような温泉街ではあったんですけど、その中にあって、まあ、普通に立地とかも悪くないからし、当たり前のようになんかこうパッて見るとね、結構繁盛してる旅館のように見えるんですけど、まあ、どうやら、まあ、なんかその曰く付きだと、へえそうなんだと思いながら、でどこの部屋っていうところまで教わってたから、そこの部屋に泊めてもらおうって思って連絡したんですけど、もうその旅館の経営者の人もね、もう分かってるんですよ。もう出る言われてるから。だから普段は基本的にお客さんに貸しないらしいんですけど、もうものすごく格安にするっていう条件まで出してくれて、泊まりに来てもいいよ、ただし何が起こっても知らないけどねみたいなこと言われたらしいんですよね。ほーなんと思って、ただまあなんかいろいろ聞いたんですよね。その女の霊が出るって聞いたんですけど、本当出るんですかって聞いたら、あ、いやー、なんかその出はするんですけどみたいな、旅館のね、経営者側っていうかね、旅館のスタッフ側はまあ一度見たことがないと、
お客さんが見ると。で、ここの場所とかね、土地とか、このね、あの施設とかで何かね、例えば女が自殺したとか、昔ここは古戦場だったとか、まあなんかそういうのがあるのかと思いきや、それも何もないんですよ。だから何一つその女の霊が出る理由が分かんないですよね。でそうやって聞くと、なんかちょっと安心して、あ、なんだ、だったら別にね、あの、そんな曰くがないじゃん、別に、みたいな。なんか、一部のお客さんが見える見えるとか言って噂になってだけじゃないの、ただ単に、と。あ、なんだ、だったらそんな怖くないな、なんて言って。で、結局、それで3人で同じ部屋に泊まることしたんですよ。なんですけど、その3人でね、まあ、部屋泊まるんですけど、その部屋のもうどこに出るかまではっきり決まってるらしいんですよね。決まってるというか、まあ、あの、あるらしいんですけど、奥がね、その和室になってて、そっち布団敷いたりとかできて、まあ、ゆっくりする場所なんですけど、その手前、その部屋の玄関というか、部屋の出入り口の方に近い側の部屋が、まあ、こたつが真ん中にポンと置いてある部屋なんですけど、そのこたつの部屋の方に出るらしいと、女の霊が。まあ、なんか座ってるっていうか。で、まあ、3人とも、まあ、とりあえずビビってはいるわけで、で、嫌だなって思って、まあでもちょっとかっこつけたいのもあったかな、いや俺全然あれですけどね、余裕ですけどね、とかって言って、なんか結局まあでも公平にじゃんけんでその手前のねこたつの部屋に寝るやつを決めようと、まあ、奥の部屋に3人でもぎゅうぎゅうに来ゃいけるんですけど、せっかく来たのにそれは意味がないってなって、奥の部屋和室には2人で寝て、1人だけ負けじゃんけん負けたやつがもう手前のこたつの部屋で寝ようと。で最初はグーじゃんけんポンっつって先輩の B 先輩が負けたんですよ。ああマジかよとかって言って、いやいや先輩ちょっと寝てくださいじゃあっつって、じゃあ僕と C 先輩はこっちで寝るんでっつって言って、でまあ結局ね彼はまあ奥の部屋で寝たんですけど、でもなんかいつも自分のことをなんか、あ、可愛いなーつって、なんかなんとかちゃーんとかって言って、なんかちょっと女扱いしてきていじってくる先輩たち二人だったんですけど、今はまあチャンスなわけですよね。B 先輩は一人だけそっちに寝てるわけですから、C 先輩にちょっとこう、こづいてね、いや C 先輩、B 先輩多分寝てますよね。あの、こっちで寝てるってことは多分相当ビビってると思うから、びっくりさせませんって言って。そしたら C 先輩も、あ、いいねいいねつって。B のやつ絶対あいつビビるぜつって。よし、じゃあ、ふすまでね、あの、区切られてるんですよ、部屋が。だから、ふすまをバーンと開けて、こたつ部屋の方にいる、ね、あの、B を驚かせてやろう。っていう話になったんですよ。で、しばらくね、まぁ、ちょっとこう、様子伺って、で、しばらく経ってから、ふすまを、バーンと開けたんですよ。で、うえーって言って声を上げて、その B がね、まあ寝てる方を見たんですけど、寝てなかったんですよ、B が。B 先輩起きてるんですよ。で、布団になんか座ってるんですよ、ペターンと座ってて、あれ先輩起きてたんすか、なんすかとかって言って。って言ってんだけど、何も反応してないんですよ。え？と思って。で、C 先輩もあれって顔してるんですよね。で、もう一回声かけて、あ、B 先輩、あ、B 先輩って言ってんだけど、その時に、はっと思うんですよ。その B 先輩、布団の上ね、ペターンって座った状態で、ぼーっとしてるんですけど、口を開けてるんですよね。で、よく見たんですけど、ぼーっとしてんじゃなくて、口開けてんだけど、口がだん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 大きくなってくるんですよ。で、体の動きも、なんか、だん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 、ちょっと後ろに向かって倒れてくっていうか、こう、ゆっくり後ろ手をついて、うわーってなんか声上げてる感じの顔なんですよ。で、え？と思ったんですね。それが、こう、なんか言った瞬間に、うわーってびっくりして、うわーって言って、後ざりとかしてるんだったらわかるんですけど、今目の前でそのね、うわーって口開けてるその B 先輩、めちゃくちゃスローモーションなんですよ。で、あまりにすごいスローモーションで、うわーって動いてる。え、どういうことってなってて。どういうことってなってるんですけど、その彼の B 先輩の目線の先、
押し入れなんですよ。押し入れがねパーッと開いてるんですよ。でもこっち真横から見てるから押し入れの中見えないんですけど、その押し入れの中の方を見ながらうわーってびっくりしてるような顔なんですよ。 B 先輩がえなんだよなんだよ、 B っつって C 先輩も呼んでんだけど一切反応しないですね。もううわーっていうスローの状態でびっくりしてる B 先輩見てる先、襖の中から今度音がするんです。でもそれ音じゃなくて声なんですよ。よくあるあのスローで流すと音がね低くなるじゃないですか。あの感じでグーっていう声聞こえてきたんですよ。うわーってなって、でもその時にはもうそこからその彼、この話の最初にね女っぽいっていじられたその彼は記憶がストンって消えてるんですよ。なぜならその時に気を失っちゃったからですよね。で朝こう B 先輩と C 先輩からおいおい起きろおいって言われて、はっって言って目覚まして、何だったあれっつって、で言ったらいや分かんねえよっつって、で C 先輩は分かんねえって言って、 B 先輩はいや何すかって言ってるんですよ。でなんか B 先輩ももう記憶ないんですよ全く。そんななんかペタンって座って押し入れ見た記憶もなくて、 C 先輩もその彼と同じタイミングでその B 先輩がスローモーションになってて、さらにスローモーションのねその音の低さでうわーっていうすごい変な音声が聞こえてきた押し入れの中から、そこのシーンでストンって止まってるんですよ。だ3人とも気を失ってて早く起きた順からこう起こしたっていうだけだったんですよ。ってなっちゃって、でそのみんなして何だったんだこれって言って、で思ったんですけど、 C 先輩も B 先輩もいや何だったんだろうな本当に。でも B 先輩自体もそのなんかその体験をしてるっていうか、そのねあのうわーってびっくりしてるみたいなさっきあったんですけど、その時のことははっきりとは覚えてないんですけど、でもなんか変なことがあったっていうのは何となくあるらしいんですよ、記憶の片隅に。いやでも なんかあったよな変なことって、いや何だったんだろうなあれっつって、で C 先輩もいやお前おかしかったんだよみたいな話を2人ともしてるんだけど、結局でその押し入れから聞こえてきた音っていうかまあ音声はなんかわーみたいなことが聞こえてきたって C 先輩は言ったんですよ。で B 先輩何それ気持ち悪いな怖いなそれって言って2人とも話したんですけど、この絵彼ねこのお話の主人公である可愛い可愛いって言われた彼分かっちゃったんですよ。なぜならいつも可愛い可愛いって言われるからなんですよね。そのスローモーションの音声グー可愛いって言ってるんですよ。 B 先輩のことを B 先輩に向けて可愛いって押し入れの中の何者かが言ってたと。それがなぜかものすごい伸ばされてこうね低い音声になって、まあ再生されていたってわけじゃないですけど、まあそういうことがあったと。その日直ちに3人ともお祓いに行ったそうです。そんなお話でした。可愛いという話です。はい、というわけでなぜかコメントにですねキャサリンさんという方からこれ水増しされてませんっていう話だったんですけど、水増しというのは一体何を指して水増しと言ってるのかちょっとよくわからないですけど、なんですかねリスナーの数ってことですかね、どれですかね、あのさっき話した話の内容とかですかね。水増しってできるんですかねツイキャスで、僕はちょっとわかんないですけど、謎のコメントですけどね。もう村尾さんのハテナハテナっていうのがハテナって感じですね本当にね。はい、というわけでですね今日はもうここまでにしようかな。さすがにちょっとあと残り5分以内でちょっと話すっていうのはちょっと厳しいなと思うのでちょっとこれきりにしようかなとは思ってるんですけど、最後に告知ですね。今週末、怪談大喜利っていうイベントやります。しかもそれは新宿の歌舞伎町でやります。9月16日、昼から夜ぐらいまでかけて、2部制になってます。まあ、詳しくはちょっと怪談大喜利の公式アカウント見ていただけるとありがたいんですけど、ちょっと興味ありますよという方、まあ、要するに何だろう簡単に言うと大喜利形式で怖いオチを言った人が勝ちと、一番怖いオチを言った人が勝てるよと
いう大喜利なんですけど、非常にですね、ツイッターでやってくれ伝ってる方が結構多くてですね、結構流行ってる感じなので、じゃあもうイベントやっちゃおうって思って、これからイベントやってこうっていう感じでございます。なので、もしちょっと参加したいとか、そのなんか階段大喜利ってやつやってみたいんですけどっていう方いたら、よかったら連絡いただければと思います。そしてあともう一個告知、まあ、告知でもないですけど、僕YouTube やってるんですよ。でメインが YouTube なので、でツイキャスは一応アーカイブまとめて YouTube に載っけたりしてるので、今日の話もう一回聞きたいなって方とか、よかったら YouTube チャンネル登録していただけたらなと思います。YouTube のチャンネルは、僕の Twitter に飛んでいただいて、 Twitter の、まあ、多分ウェブサイトのところの情報から、YouTube 飛べると思います。もしくは YouTube で七白と調べると出てくると思いますので、よかったら、調べてやってください。はい、そんな話でございます。あともう一個な、告知とかだらけだな本当に。あともう一個、まあ今日も閲覧結構、多くの方に聞いていただいたかなと思うんですけど、もし皆さんの中に怖い体験したことあるよって方いたら、よかったら体験談を寄せていただけたらなと思います。ツイキャスで喋ってる話に関しては、体験談は喋ってないんですけど、基本的に YouTube では実話怪談の、動画もアップしてまして、それはもう僕が実際に収集した話なんですよね。でまあ中にはですね、もう僕の鉄板ネタの中にですね、リスナーさんから提供していただいたリスナーさんの体験談とかもあったりするので、皆さんもよかったら我こそはという方がいたら、ぜひ、怖い話を、怖い話というか怖い体験を、教えていただけたらなと思います。はい、というわけで本日はそろそろになりますが、ちょっとまだあとフライングですね。あと2分半ぐらいあるんですけど。それにしても水増しって何なんでしょうね、これ。水増し水増しっていう、水増しか。どうなんですかね。しかもこのキャサリンさんっていう方。どうなんだろう。女性の方かな、わかんないですけど、まあ、謎ですね。なんかそのコメントが怖いですよね、このコメントが。どういうことってなりますよね、なんか。どういうこと、何のことみたいな感じの。話のことですかね、怖すぎて。水増し。まあでもそもそもあの話自体、僕、あれですか、ネットで撮ってきてる話ですからね、全部。まあ多少編集入れてますけどね、ちょっと変えたりとか。はい。にゃんみさん、今週楽しませてもらいました。ありがとうございました。いえいえ。僕もですね、毎週やってますけども、ちょっとツイキャスっていうツール自体はもしかしたら今後変わるかもしれないです。YouTube ライブで普通にやっていくかもしれないんですけど、ただツイキャスは結構僕にとっては長くやってる、非常に愛着の湧いてるツールなので、いろんな方にね、まあ、見ていただいてますし、やっていけたらなとは思うんですけども、まあ、時代の移り変わりってものはありますからね。もしかしたらツイキャスを使わなくなるかもしれないんですけど、それまで応援していただけたらなと思います。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。おやすみなさいませ。